ナショナルミニマムとは国家が国民に対して保障する生活の最低限度のことである。イギリスのウェップ夫妻が産業民主正論で提唱した。最低賃金、労働時間の上限、衛生、安全基準、義務教育の4項目からなる。生存権概念の先駆としても重要であるが、もともとは貧困者への人的資本投資による経済成長政策であり、 19世紀末のイギリス経済衰退への処方箋でもあった。同概念はイギリスのケンブリッジ学派の ACP グによる厚生経済学最終章にも継承された。1942年のベイバリッジ報告書ではナショナルミニマムを達成するためミーンズテストに基づく公的扶助制度及び社会保険を設けるとした。日本の場合、 根拠として日本国憲法第25条がある。これを保障するための社会政策は生活保護法など数々あるが、それらを総称してセーフティネットと呼ぶ場合がある。なお、国家として保障するものをナショナルミニマムというが、地方自治体単位での最低限度の生活水準についてはシビルミニマムという。ただし、これは和製英語である。 ありがとうございます。